170g、 無塩バター 110g。 やはりこの分量が一番。チョコレートとバターを温めて溶け合うまで混ぜます。別の容器に卵2つと粉砂糖を入れ、体積が倍になるようクリームを仕上げます。風味を足すためにラム酒を少し入れてアーモンドミールをかけます。チョコレートソースをクリームに入れ、オーブンを200、ローストビーフ、ビーンズ、トウモロコシとファルファーレです。